ハラ砂漠は今年どんな顔で迎えてくれるのだろう。冒険、そして夢、パイオニアパリダカールラリー。アガです。空の町という意味。何百年もの昔から変わらぬ暮らしを続けてきた砂漠のオアシス。ラリーは休息日に入った。後半のコースはアガデスから西に向かい、タフはニアメーを経てマリへ。気温は上がり湿度も増す。四輪のスタートは毎朝7時ごろ。このスタートに30分遅刻すると失格。バイクのトップはペテランセルに代わってエディ・オリオリ。カジバエレファントが日本車を抑えて勝つのか。貪欲にペースアップするプジョー。アガデスで徹底的にリファインされたマシーンで激走するバタネ。シノスカも総合6位まで上がった。しかしプジョー勢の組織力には歯が立たない。総合30位前後。砂遊びと称してハツラツと走った。ジャッキーいくつも盛り返し、 SS ではベスト10に入る走り。アリバタネンがミスコース。その挙句立ち木に激突し左リアカウル破損。しかし走行には影響がなく、その日ゴールすると修復してなおもトップを堅持した。プジョーは勝たねばならないのである。終盤再び大砂丘越え、最後のふるい落としである。プジョーもトラブルに備えてバタネンの後ろをクイックサポートカーが走る。篠塚、バタネ、いくつがコースを見失い出会う。砂漠は終わった。このガレバを過ぎればサバンナ、そして大西洋は近い。オリオールはここでリタイア。いくつも傷つきながら走る。連日の睡眠不足。 SS が始まるまでの束の間を利用してライダーたちは眠る。そのライダーの頂点に今年はオリオリが立った。トレーニングで腹部を強打して痛みの残る体をここまで運んできた。アリバタネンも有終の美を飾るべくサバンナ地帯を力走。プジョーの圧倒的勝利。砂漠のライオンは今年も強かった。ダカール、夢に見た大西洋の青い海。1万2000キロ、苦しい毎日を思い涙するライダー。太鼓が鳴り鈴が鳴る。勝利を祝い人間であることをかみしめる踊り。オリオリ優勝、そしてバタネン3度目の勝利。第12回パリダカは終わった。12月29日第13回1991年のパリダカはパリをスタートする。今年生まれるドラマは何か。砂の海を越える人々の姿を見守りたい。はい、
ということで今年の四輪はプジョーの圧勝、日本期待の篠塚健次郎選手は5位ということに終わりましたね。そうですね、来年はこの優勝候補のワークスチームが車両をプジョーからシトロエンに変えて出場ということなんですけど、熊川さん、やっぱり優位に立つんでしょうか。そうですね、一応は経験もありますんでね、優位に立つとは思うんですけれども、今回ルートが若干変わりまして、もうマラソン区間を多くしたんですよね。そのためにもう夜帰ってきたからって車直せないような、パルクフェルメをなるべく多く作りましたね、もうコンディションとしてはもうプライベートチームも一緒になりつつあるんですよね。ですからもう日本車も相当上位に食い込める可能性も出てくるわけです ね、 そうですね。さあ、そのパリ高は今年は12月29日、まもなくスタートを迎えようとしています。そしてまたこのイベントがそのまま来年のモータースポーツの幕開けを告げるとね、そういうことになるわけですよね。来年のイベントとしましては、熊谷さん、どういう特徴がありますか。はい、国内に限ればですね、F3000、耐久 F3、イベント数増えるんですね。それだけに相当激しいレースになると思いますね。そうですか。さあ、そして片山さん、来年の抱負をね、最後に聞かせてください。今年は勉強の年ということで、1年見てもらってたんですけど、来年はその成果を出す年なんで、グリッドには26台いるんですけど、星野さんをやっつけて、そうすると結果もついてくるんでですね、全力で頑張りたいと思います。そうですか。さあ、もうなんとなくね、来年のエキゾーストノートがここまで響いてるような気がします、来年がまた素晴らしい年でありますように、お祈りしております。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。